今日は委員会もないし、このままみんなと合流して練習かな。千穂ちゃんと一緒にプロを目指すって決めたんだから、今まで以上に頑張らないと。誘ってくれてありがとう。でもごめんね、この後バンドの練習があって。私が？そうかな。もう二人とも。ほなみ、今日の練習。別に待ってないし、いいけど。よかったの？話途中だったんじゃない？ちょうど霧がついたところだったから大丈夫だよ。それより、ソキちゃんとイチカちゃんは？二人はまだホームルームが終わってないみたい。そっか、じゃあ私たちだけで先に中庭に行ってようか。天気だね。うん。あれ、しほちゃん？あ、ごめん、ちょっと考え事してて。ほなみさ、クラスメイトとはどう？大丈夫、すごく仲良くしてもらってるよ。あ、まあそれならいいけど。そういえばね、さっきクラスの子が私のことかっこよくなったって言ってくれたの。無理な時は無理ってしっかり伝えられるとか、クラス会でハキハキ話せてるとか。そうなんだ。しほちゃんから見たらどうかな。どうって？私少しは変われたかな。ああ、やっぱり今のなし。人からどう見られてるかなんて気にしてるうちはダメだよね。そうかもね。けどそれを自分で分かってるってことが変われてるってことなんじゃない？あ、そうかな。だったらいいな。それにしてもかっこよくなった。クラスメイトのお墨付きもらってるなら、今日はいつも以上にかっこいいドラムが聴けるかな。え？今日の練習のハードル上げちゃったかな。あ、そういえば、あのね、しほちゃん、ちょっと前のことなんだけど、しずく先輩と話をしたの。お姉ちゃんと？うん、最近しほちゃんが元気ないねっていう話だったんだけど、その時最後にしずく先輩が言ってたの、しーちゃんのことお願いねって。お姉ちゃんが？うん、あの時はその言葉の意味をちゃんと理解できなかったけど、改めて考えてみたら、しずく先輩は私たちの気持ちがすれ違ってたことに気づいてたのかもしれないなって。そうだね、私も結構心配されたから。あ、だから一応話したよ、みんなとのこととか全部。そっか。しずく先輩、本当にいいお姉さんだよね。まあ、私より私に詳しいとか全部わかってるとかホラーっぽいことも言ってたけどね。しほちゃん、ほなちゃん、お待たせ。遅くなってごめんね。ううん、大丈夫だよ。今、しずく先輩の話を。そっ
それより二人とも、今日はほなみがとびきりかっこいいドラムを見せてくれるってさ。楽しみ。